エッジ島の一イエイッジ島は、ノルウェーのスバールバル諸島南東に位置する無人島である。面積は5073平方キロメートルで、ノルウェー及びスバールバル諸島で第三位の大きさである。島の名は、イギリスの捕鯨家、トマス・エッジにちなんでいる。エッジ島は、トマス・エッジの船が1616 16年に発見したと、されている。発見者としては他に、オランダの航海者、 ヨリス・カロルス、オランダの地図制作者、パトルース・プランシャス、マリーズ・ウィラムスの名が挙げられるが、部分的な海岸線が記載されているのみであり、議論が残る。エッジ島には大きな居住地はできなかったが、この近辺では、捕鯨やアザラ資料が活発に行われており、小屋などが数多く残されている。百四十三年ロシアの船乗り四名が、エッジ島に置き去りにされ、 1749年に、そのうち3名が救出されるという出来事があった。18世紀から、ロシア正教古儀式派の修道院、エッジ島の拡大図エジ島は、スピッツベルゲン島から間にバレンツ島を挟んで、南東に位置している。バレンツ島との間には、フリーマン海峡があり、西は、ストールフィヨルド、東は、バレンツ海に面している。 島の南西側には大きくくびれ込んだ州部湾があり、湿地が広がっている。東側の沖に、霊系伊勢群島、南東に半月島、南側には、通ン群島がある。スピッツベルゲン島とは異なり、エッジ島の地形は緩やかで、尖った山も入り組んだフィヨルドもない。山々は500メートルほどの高さで平べったく、最高点は北西部のカルテックス山である。 島の南東部はエッチジ島氷房という大きな氷河が覆っている。地質学的にはスピッツベルゲン島中央部と類似しており、山上期の結岩や砂岩が主で、南西部ではジュラ紀の地層も見られる。霊系伊勢群島や通船群島は、島自体がドレライトの中上設備で構成されている。1973年に周囲にある島々と共に、 南東スバールバル自然保護区に指定された。西岸では高山植物などが花を咲かせるが、東岸は植生に乏しく、スバールバールポピーやコケなどが生えているだけである。北極グマは一年中どこでも見かける。子供を連れた母グマは、オスグマと出会う機会が少ない海岸から離れた谷にいることが多い。トナカイが2500頭程度生息しており、それに対応して植生も 豊かになっている。海鳥やトナカイの死骸が安定的に供給されるため、北極ギツネの安定的な集団が存在している。海産動物としては、ワモンアザラシ、アゴヒネアザラシ、セイウチ、ミンククジラ、シロイルカなどがいる。セイウチの上陸場所がたくさんあり、中でもエッジ島北西のリーミサキは有名で訪れる人々も多い。普通はオスばかりであるが、 通船群島では近年小連れのメスが上陸することが増えてきた。三つ指カモメは南東スバールバル自然保護区を代表する種である。エッジ島の南西部、クバルピント山とネゲルミ先には、フルマカモメの繁殖地がある。他に、ハシブトウミガラス、ハジロウミバト、ヒメウミスズメ、アビ、トウゾクカモメもよく見かける。通戦群島、霊形イセ群島、ハンツキ島、 デリッチュ島、チーグラ島といった当初では、カオジロガン、コザクラバシガン、ケワタガモ、極アジサシなどが繁殖地としている。ありがとうございます。